津井城。津井城は奈良県大和郡山市、津井町にあった日本の城で室町時代、戦国時代を通じて大和国の政治史の中心的存在であった幸福寺市と津井市の居城であった。津井城は近鉄柏原線津井駅より東北一帯にあり、おおよそ南北400メートル、東西500メートルあり、平地部に築かれた中世の城としては、 比較的規模が大きく、筒井の集落を囲む形で、筒井城があった。現在の筒井城跡は、宅地、二十歳、水田となっているが、内車と外車をめぐった堀跡が点在している。その堀に囲まれた城内には、筒井市とその家臣団の屋敷があった。また、筒井市と筒井城によると、筒井には市場があったと確認されており、筒井城の 市場も外堀内部にも設けられていた可能性が高いと思われると記載している。また、津津井集落は様々な場所で道が折れ曲がり直進できない構造になっている。これらの道や地割りは津津井城が築かれた当時の様子をお伺い知ることができる。津津井城が築かれた時期については不明であるが、文献上の所見は満載時号日記に大和影響の乱が始まった。 影響元年1429年で上主は筒井淳閣。この時は筒井館と記載されていることもあった。その後、戦乱のよう生き延び館から上閣へ発展していったのではないかと思われている。吉口元年1441年には上主は筒井淳英に移り、応仁の乱、戦国時代を通じて何度か筒井城を巡る。 甲状戦が行われその資料も豊富に残されている。応仁の乱は、細川勝元を総大将とする東軍と、山名総運が率いる西軍の争いであったが、河内ではそれ以前に、畠山義成と畠山政長が分かれて争っており、これに、大和の国人衆がま二つに分かれて、それぞれに加勢し、その流れに応仁の乱が巻き込まれていく。 畠山氏の家徳争いをめぐる山和国の諸子にも大きな影響を与えることになる。この争いに、筒井淳英は畠山や三郎に組みしていたが、交渉元年1455年7月2日に畠山義成軍は筒井城を向上し、上信院、三信、筒井淳英兄弟は傍戦したが初戦で敗北した。しかし、筒井城そのものは頑強に持ちこたえた。 この戦いで、大和に点在する西大寺や幸福寺等の寺院は、怯え、同年8月10日には門を閉じてしまった。そのことが呼び水になったのか、同日海武器山寺郎にいた落ちいおかみが出軍して、筒井城の後為軍に加わった。この頃、橋尾氏、片岡氏は、筒井氏のより木になっていて、橋尾城、片岡城を守っていたが、畠山義成、落ちい連合軍は、 圧倒的多数によって、これらの城も向上した。各所で激戦となったようだが、8月19日に、筒井城、橋尾城、片岡城は落城した。三信、純部、淳兄弟は、副十城へ落ち延びていった。その後、官僚、細川勝元の仲介によって、畠山義成、落ちい連合軍とは牧師、長六三年、1459年6月1日に、 三信、純部、兄弟と、橋尾宗信は帰城することになり、筒井城にいた落ち義軍は城を去っていった。第一次筒井城の戦いから11年後、再び大和、山と河内で勢力を拡大してきた畠山義成が筒井城にも向上してきた。この時も、かなりの大軍だったらしく、こうしきれなかった筒井純栄軍は、筒井城から脱出し南西へ。 約十キロメートル距離を置いた、橋尾城に退避した。吉成の反対勢力であった、畠山正長に属していた少将は、この時それぞれの城下町が焼かれ、多くの死傷者が出て、ほとんどが破れていた。この時の悲惨な状況は、大乗院自社雑記事に詳しく記述されている。その後山とは吉成派に抑えられることになる。筒井淳栄は、 筒井市の中高の名手と言われ、山戸市随一の地位を築き、都市市、伏瀬市、宝来市、木津市、橋尾市、福住市等の国人衆を帰下に加えていった。俗に筒井党と称されることになる。しかし、淳英が文明八年1476年4月3日に死去すると筒井城も再び狙われることになる。淳英の後は、 長男の筒井純尊が継いだが、落ち家重、古市市連合軍は、抜け目なく、翌文明9年、1477年1月に、向上してきた。純尊に反撃する力はなく、大乗員自社雑記事によると、と記載されている。その後純尊は未だ勢力圏にあった、副従条に逃げ去っていった。10月に改めて、畠山正長軍に合力した。 純孫は、橋を白と共に、河内に出軍したが敗れ、大和に引き返した。この敗戦が、きっかけとなり落ち党を勢いづけることになり、本格的に大和を支配することになる。一方、純孫は、長京三年、1489年7月22日に、京都で隠ししてしまい、弟の上新院純正が純尊の維持順、県の後見人として、 筒井市を取り仕切ることになる。畑山義成軍は、反対勢力が牢上していた、河内健太郎を、文明15年、1483年8月13日より、降上した。この時、越島に属していた古市氏は大いに文名を挙げ、同年9月27日に、犬田城は落城した。勢いに乗った古市軍は、2日後の29日に、筒井城も降上した。 この動きに即応して重視、橋尾両軍は援護に回るべく筒井城の南側にある欠先に陣取った。古市軍は調略を巡らし、橋尾軍は古市軍へ寝返り、筒井城は落城してしまった。筒井軍は東山内へ落ち延びていき、重視軍は藤井方面に逃げ去っていった。この戦いで周辺の村は焼かれてしまった。 英少年間には山和は赤沢智常や養子の長常に抑えられていた。山和の国人衆は対抗して黒人一騎を形成、山和黒人一騎衆とも呼ばれている。ただ、古市氏や京川氏はこの一騎衆には加わらず、赤沢軍に加担したようである。しかし英承の作乱で細川正元が暗殺、赤沢智常が丹後で戦死、山和で駐留していた。 赤沢軍が京都に退いていくと、大和の派遣をめぐり再び争い始めることになる。それまで、落ち島と戦術的に和議を結んでいた筒井島であったが、もともと宿敵関係にあった落ち氏、古市市が、永正13年、1516年10月に、向上して、上信院純正軍は、敗れ去ることになる。この頃、おちとには、畠山義秀が、 筒井島には、畠山種長が加わったが、翌栄正14年、1517年8月に、両者の間では僕が成立すると、筒井、落ち、古市氏の間でも和議が成立した。その後山とは二点三点する。落ち、古市氏の間でも和議が成立し、筒井氏はようやく、山との派遣を握れる段になるが、突如、協力元年、1528年に、 柳本賢治が乱入してくると頓挫してしまう。賢治が中島の戦いで暗殺されると、貴様長政が山と北半国を治めることになったが、長政も太平寺の戦いで討ち死にすると、今度は十四円忠が対等してきて、筒井淳章は十四円忠と山との派遣をめぐって競り合った。天文十四年、千五百四十五年に、円柱も死亡すると念願であった。 大和の制圧に成功した。しかし、悲運にも苦労して、大和の覇権を勝ち取った、順将であったが、同年に急死してしまう。加徳は、この順慶に移ったが、まだ幼少であったため、松永久秀が、A62 年、1559年に、大和へ進行し、筒井城は、A68 年、1565年11月に、久秀から攻撃を受け、炎上してしまった。 その後東大時代仏殿の戦いがあり翌く A69 年1566年には取り戻すが A61 年1568年10月に再び松永軍に占領されてしまう。松永方に移った筒井城は多門山城、四山城に次ぐ重要拠点して用いられた。これは郡山城を攻める拠点として多門山城と 死山城のルートを確保するためつなぎの城、市城であった。この時の松永方の資料には、筒井城のことを平城とだけ記されている。元気2年、1571年8月、松永軍と辰野一城の合戦で、筒井軍が勝利すると、淳慶の力は侮れないと見たのか、明智光秀の仲介により、織田信長に起伏を許し筒井城を回復した。 やがて久秀では信長に無本を起こして自殺、死山城の戦い、一方の純慶は天正七年、1579年に筒井城を大改修しようと、多門山城の石垣を筒井城に移したが、信長の山と一国派城命令により、廃城都市、巨城を氷山城に移した。翌天正八年、1580年8月17日のことであった。 筒井城は筒井集落全体を囲む外堀とその内側にある内堀から構成されており、内堀で囲まれた部分が白畑と言われ、周囲と比べて一段と高くなった形となっている。この部分がちょうど筒井城の中心的な場所であったと思われている。堀の内側には土塁があり的の侵入を防いだ。筒井城は 山と郡山市の教育委員会が過去6回以上の発掘調査を実施、恥皿が一括登記された状態で検出され、西側では幅12メートル以上、深さ2メートル以上の堀が検出されている。この堀は16世紀中頃で石垣を持たない、城としては最大級と考えられている。さらに城の中心部からは7世紀初めの大きな、 建物跡や四世紀の大きな溝が見つかっており、古くから重要な場所であった。また発掘調査から鉄砲玉が堀斜面より出土した。大きさは1.1センチメートル、重さは7.68グラムの鉛製で、1559年、A62 年の筒井城落城の際に使われたと見られている。筒井市と筒井城では、松永久秀は、 筒以井城を最新兵器を用いて攻めたかもしれない、解説している。現在、筒以井城の中心部は、レンコン畑になっている。レンコン畑は、白畑、でんをぐるりと取り巻いており、レンコン畑は、筒以井城の掘り跡と推定されている。平城が白として使用されなくなって、高地に使用する場合、本丸の周囲は低くなっているので他として利用しやすい。津以上の場合も、 昭和初期以前は他であったようで、これがレンコン畑に変化したと言われている。この白畑には現在民家は建っていない。地元の人からは筒井の殿様が住んでいたので遠慮して家を建てていないと伝承されている。筒井市と筒井城によると、これは筒井城に限ったことではなく、中心部には民家は建てないという風習が広く見られると解説している。 筒井集落の北側、南東側には現在でも外堀跡があり、また姿姫神社の東側には幅約2メートルの内堀跡の遺構が良好に残っている。また姿姫神社の境内の南側には若干高くなった部分がありドリ跡とが指摘されている。この姿姫神社は筒井城があった頃から位置を違えず鎮座していると考えられている。 城内には車だけが存在したわけではない。城畑の東側一帯に、北市場、須賀町の南側に、南市場というなが残されている。これは城内を循環している、吉野街道沿いに存在していたと考えられている。このような街道と市場を城内に取り込むということは、それだけで規模が大きくなることを意味する。普通、街道は誰に対しても通行できるが、 城内に街道が走っていると通行人に対して何がしかの規制が加わることにつながると考えられている。また市場やその住宅が城内にあることで領主の保護が受けられるが、反面敵からの攻撃を受けた際、防備の薄い市場から攻撃されやすい。強格使用症によると第三次筒井城の戦いで筒井城が炎上した際に古市市により市場から放火されたようである。 筒々井城の東北隅で水堀が大折れに屈曲している。他でも屈曲している部分はあるが、連続して屈曲しているのはここだけである。このような車の構造をしている理由として、筒々井城総合調査報告では、が考えられるが、これらの可能性について検討している。そもそも肝とは、中国で発展した地層術で、 剣道士によって日本に伝えられたが旧世紀末に剣道士が廃止になってからは日本独自に変化し陰陽道、風水の一つ、鬼門を嫌いそれを乗ける風習があったと思われている。戦国時代の風水とは武士のものであって陣取りや合戦の日時を風水によって決められることもあった。鬼門よけの一つが鬼門落としで建物や敷地の北東隅を書くことで 北東隅を作らないようにしたもので、この、鬼門落としで有名な施設は、京都御所である。ほぼ正方形になっている金利であるが、北東隅の塀だけが欠けている。また、金星城郭では、鹿児島城、日出城の鬼門櫓、江戸城の関永寺や筋海門、彦根城の中堀における倒れ構造など、中世の城郭で、数多くの鬼門落としが見られる。しかし、 これらの例も、風水のみではなく防備施設と兼ね備えている城もあった。そこで、筒井城だが、こう折れ構造になっているが、北東部には、ここがなく、隣接する東口、北口の両方のここにも、横屋はかからないため、防御のためではないと思われる。また、この部分には、河川の氾濫を城内に及ぶのを防ぐため土塁を設けたとしても、倒れにする必要がなく、 地形に沿って丸くするか、あるいは直線に気づくのが自然である。したがって、筒以上総合調査報告書では、防御や地形ではなく、風水のみに関わるものと結論づけている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。